こんにちは、チャラです。マリオメカツやっていきたいと思います。最近ほぼ毎日、だいたい20時から21時くらいかな、生配信やってますので、よければ遊びに来てください。どこまでマリオチャレンジ難しい？何コースか遊んでいきたいと思います。おい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 。難しいのトロールってどういうこっちゃ？ベストタイムは？44秒。上から降ってくるのかな？降ってこないですね。何がトロールなんだろうね。ヒートロールなんだからさ、あると思ったんだけどなかったわ。はい。はい、これ流れでいっちゃっていいんでしょ？オッケー。かぶって1個持ってって、上行っちゃいまそう。行っちゃいまそう。行っちゃいましょう。ウェーイ！やめてくれー。あれ、でもなーって感じだね、これね。あ、でも戻れんだ。どうやって行くんだろう。わー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 。おー、これ落ちたくねえな。よし、ここでスリアップして。これさ、土管のとこで止まるよね。と思ったんだけど、あ、そうか、こっちで止まるのか。これ冷静に踏んでいきましょう。で、持っていく。土管入ればいいのかな？だよね、土管入るんだよね。で、多分土管出てきて下のとこに繋がってんだよな。オッケー。まだ、メット持っていけるよ。いいの？あ、あ、あれ？右か？右か？あ、右なんだ。これ入っちゃダメでしょ。いや、入れんねえ、そもそも。50コイン取りに行ったら積むんだね。バネ1個持ってくのかな？いや、いいね。この土管でいいね。これで下に行けるようになった。さあ、ここで。いける。ほう。やった！イエーイ！全然トロールじゃない。デシエルト。なんだろう。37秒でクリア。ベストタイムはね。割と短めのコースではあるのか。そうか。普通のコースかな。パッと見そういう感じだよね。普通のコースな感じだよね。キノコ。オッケー。上行きましょう。急に攻撃されそう。大丈夫だった。ふっ！あ、落ちた！落ちた！いやー！しまった。せっかくのキノコが。ほっ。オッケー。はっ。で、こっちに蹴っ飛ばして。ただのコインか。なんもない。じゃあ上行きまーす。敵が、そうだよね、いるよね。でもまあ、これはいいや。かわす。はい。あぶねえ！はい。やった！キノコ補充ありがてえ。はい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 。おう、いいんだね。土管入りますよ。表面帰った。ゴールかな？そんなに甘くねえか。なんだよ、そのコインはよ。どうやって取んだよ、あれよ。これはなんだ？あ、こういうこと？こうで、こうでよろしいか。いや、よろしくなかったわ。勢いが必要らしい。ゴー、はい！そんな。ゴー！はい、ジャンプ！うわ、届いた、やっと。やったー、ゴールだ。最後のところ難しかった。オッケー。おじゃる丸がコメントくれました。一生懸命作ってみました。ちはや用の初めて作った壁キックコース。ありがとう。おじゃる丸ってあいつだよな。あいつだよね。全然情報が出てこねえ。全然情報が出てこねえけど、昔見てたな、ちっちゃい頃、おじゃる丸。再放送かなんかでやってるんですかね。じゃあやっていきたいと思います。1100分の16、クリア値 1.45%。ベストタイムが30何秒かでクリアチェックは50秒くらいか。1アップキノコ全部取ってから、はいよ。1アップキノコはどこにあるんだろう。ここだよね。あー、いいのか、足場んのか、優しいな。はい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 。これかい？1アップ。ちげえのか。あれ、この辺はなんか長い長い。そうだよね、あったよね。くるくる行かなきゃいけないってことだよね。長かったよね、ここね。 OK、 一面突破。お、うわー、ほい。 OK。 あ、やべ、これ三段ジャンプだったっぽいな。けどまあ素できるわ。あぶね。この辺慎重に行かないと。トゲの配置がなかなかやらしい感じになってますんで、
これもくるんくるんいきましょうってことでよろしいか。よろしいね。1アップキノコがいまだに、赤コインもいまだにゲットできてない。あー待って、1アップキノコゲットしてないんですか。え、1アップキノコはどこに。え、やっぱ1アップキノコねえよな。あれ、あ、いや違う、ある、この鍵ドアの中に多分。やった、あったよかった、見っかったわ。おお、よかったよかった。はい、続きましてはこちら、麻婆豆腐がコメントくれました。毎日投稿お疲れっす、ありがとう。スピランなら支配にお任せの兄貴にスピランを超えるマッハランを作ってみました。すげえ。マッハランってなんだ、マッハランって。これか、 200cc マッハラン。クリアしたら出てない。あー、なるほど、早えのか。加速装置がついてるんだ。うわ、これはむずそうだね。うわ、時間かかりそうだな。クリアチェックタイムは50秒。じゃあまあ50秒スピードランくらいなのかな。さあ果たして千早に制御できるんでしょうか。何回死ぬんでしょうかね。相当死にそうだな。もう直感で相当死にそうなのはもうわかるんだよな。いや、そしてむずい、こういけってことか。死ぬよ。じゃあしゃがんどく。あ、 B ボタン押しとけよかったんだな。なるほど。うわ、きつきつきつ。ほ、やった。うわ、むずすぎこれ。危ない、よくいけた今の。すげえすげえ。おお、ここは、うわ、なんやお前、急にどうした。これは踏まない方がよかったのか。あ、いけたぞ、いいのか。うわうわ反射神経ゲームなんだこれ。うわ、きつすぎ。あ、加速できてないけど。急にすんのやめてーやー。はい、うわうわ、いけた。左、ぐわぐわ、いけた。なんかいけた。いや、うえ、死ぬんか。あ、いけ。オッケー、投げます投げます。投げれません。展開が早すぎて言葉がついてこねえぞ。こんな、いけた。ここか。嘘だろ、怖すぎ。いや、音符切り替えのか、むずすぎだろ。ちょっと待て、マジ。よし、出た。どけ、ふざけんな。そこ壁かよ。大ジャンだとダメなんだ。でも進んだぞ。よし、しのげ、しのいだ、やった。うわくっさーとちゃう。うわー、むずいよー。いったー。はっ、まだか。むずいこれ。ここ、ここ、よいしょ。なんで今向き変えたやん。なんで。ごめんごめん、心の声が出まくってる。いや、これはきついて。いや、新感覚だったね。いや、300cc くらいでさ、スピラやってたわけじゃん、言っちゃえば。めちゃめちゃきつかったよ。目が痛えもん。早くて早くて。うわー。
めちゃめちゃプレイしたな。時間も多分40分くらいかかったかな。俺もこれは心折れだな。久々の心折れスピードなんだと思う。ここ最近やった中で一番きつかったわ。お疲れ様でした。いいコースだったよ、麻婆豆腐。ありがとうね。クリアおめでとうって思った方は、ぜひチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。またね。